そうなんですよ、西武さん、平日も8両の急行、復活しちゃったんですよね。特急の後の急行、8両になっちゃったんですよね、平日の昼間の時間帯。ちょっともうこれ、解約で、特急乗れよって感じですよね。8両の急行なんで、ここですよ、止まるの。10両だったらね、こっち、止まるのね。なんか寂しいですね、これね。そういうこと言ってるからダメなんですよ。10秒だったらこっち側ね、止まるんですけどね。ツートンね、来ますよ。クソ暑いですけど、はい、来ました、ツートン。ツートン、暑いんでみんなカーテン、こっち側日差しがね強いんでね、もうみんな下げ下げだ。いいじゃないですか、暑いんですよ。はい、そうそう、これを忘れてるとねビビっちゃうんですよ。これ昭和52年とかの作品ですから、あれは2010年ぐらいの作品でしょ。いろいろ感慨深いですよ。マジ暑いですから、本当に暑いですよ。冗談じゃねえぞって思ってますからね。武蔵野のですね、夏って感じですよ。武蔵野の夏、ちょっと雲、あっちが暑いですかね。この色で、あのドアの周りエッチゴムがついてるとなおいいんですけどね。あ、ブレーキもあれですもんね、ブレーキ試験、はい、ブレーキもちょっと改良型になっちゃってるんで何とも言えないですけど、まあいいか、そろそろ発車するんで。新型6000系見えちゃったって、4万系が奥にいたんですよ。わかります、これお分かりになられますかね。はい、ちょっとそうそう出発なんで、そこ取りましょう、そこ。西武ライオンズの発車最後になりまして、通販なんで。おー、ブレーキ解除してましたよ。よいしょ、
はい、つまんねえって。つまんのも最近事情ですか？いや、いるよ。動きました。よかった。ここ使わないんですよ、一本。こっちが手前側ね。手前側ちょっと休眠状態。変わるようです。そこを昔はポスターなんて貼ってなかったんですけど、改善されてますね。改善されてポスター貼ってますね。ほー、営業かな、営業の方かな。ちょっと寂しいよって意見が入ったのかもしれないですね。じゃない、ちょっと違和感なんですよね。はい、お疲れ様でした。近く工事中です。